みんなが大好き楽器の話なんですけれども、はい、神田先生といえば木管フルートなんですね、はい、腹黒い楽器、はい、僕は興味深いのは昔はゴールドのシェリダンを使ってたっていう、そうです、はい、そこが意外なんだなと思って、大学入った時ヤマハのシルバーだったんですよね。 E メカのない低速部管だったで、なんかハーカンのがかっこいいからハーカン欲しいしって思って、まあ、楽器屋さんに行ったらたまたまこう中古の楽器でパウエルの14金にシェリダンの14金のトーカーがついてるというものがあったんですね。その当時1990年かな、多分作られてから13、4年経ったものだと思いますけれども、でそれを吹いたらすごく良くなる、あもうこれが欲しい。当時シェリダンって誰も知らなかったんじゃないですか。なんかね、名前は聞いたことありますけど実物を見たのは初めてで、エマニュエル・パユが使ってるぐらいでそれ以外使ってる人ほぼいなかったですもんね。あまり本数のある楽器でもない。あ、なるほど、うん、でそれをずっと吹いてましたね。艦隊が14金で、あとはもうキーメカニズム、それからトーンホールも全部シルバーだった、うん、昔はそういう作りだったんですね。でチストリルがついて、いいメカのない楽器。あ、それはいいメカなかったんですか。なかったですね。だから改造しました自分で、ちょっとここの穴を小さくして、あ、なるほど、あの某メーカーのニューいいメカっていう、あれと同じことをしましたね。あれかなり効果ありますからね。ありますね。音程はなが下がるけど、まあ、なんとか妥協案ですね、うん、それでそのままオケに就職した。そうですね。それでコンクールで演奏して、で NK を入って、うん、その楽器しか持ってないですから、うん、そしたらもう自分の音が細くて細くて、和声、例えばシェイラザードのとか真夏の女曲の頭とか、もうあんなのもう吹くと怖くて怖くて、それで NK を入った時に細川先生にちょっと今 NK の楽器余ってるからこれ試してみたらって、ヘルムと半壁を渡されてこれはちょっと吹きにくいでパウエルのもっと古い頭部管がたまたま出てきたので、それに交換して、シェリダンみたいな鋭いんじゃなくてもうちょっとホワッとした音がする、でそれをしばらく吹いてましたね。その後に紹介されてパールを吹き始めて、パールを数年吹いた時に、あとは今使っているその木製木管のパウエルがちょうどできた頃だったんです。でそれを、吹くようになって現代に至る。最初はシルバーのキーでしたね。シルバーのキーでした。でこれ のきっかけは、小出慎也さんが僕より早くちょっと前に使ってたんですよね。で小出さんの最後の NHK ホールの公演の時に、ファゴットの岡崎先生が、神田小出さんなんとかしてくれよ、音がでかいんだよって言うんですよ。エロイカだったんですけど最後の曲、音がでかいってなんていつも隣でふよふよって吹いて、あれがでかいのかって思って、で NHK ホールの3階の奥で聞いてたら、すっごいでかい、でかいってすごい響くんですよ。で隣で聴いてると、こうやっていつもと同じようにフーってこう吹いてるわけですよね。であの楽器でこうやって吹くとこうなるのか、とりあえずあの楽器を手に入れよう、で小出さんの後任の座も手に入れようというそういう野望が起きたんですね。でそれを買いました。最初に吹いたのがブルックナーの7番だった。で借りてきたばっかりの楽器で、頭部管のすり合わせきつかったんですよね、うん、で2楽章で休みの時に頭部管抜いて掃除してたら入らなくなっちゃって、2楽章の長いソロがもうだんだん迫ってくるわけですよ。どうしようどうしよう、でこれはきっと熱で膨張したに違いないから冷まそう、冷まして、これで入らなかったら細川先生の楽器を奪おうとまで、細川さんも隣でも何やってんだよって大丈夫かなそしたら最後の瞬間で入って、冷静ですね。そうで、まあそれはもちろん調整してもらって、お買い上げということになりました。それは膨張したっていうのは金属部分、まあなんかいろいろあってでしょうね、うん、あの頃は今よりもステージ厚かったですから、飛んだデビューとなりましたね。そうですね。でもまあね、ブルクナー吹いた後に周りの同僚がもうそれいいからもうすぐ帰る、まだ一番になると正式に決まってなかった頃です。じゃあ木管は良くなるという理由の一つですか。まあ木管が全て良くなるとは思いませんけれど、パウエルの木管って薄いんですよね。3ミリしかなくて、まあ、僕が NK 入った頃実はフィリップ・ハンビヒの木管をすぐ買ったんですけど、小出さんがあれを吹くかもしれない、明日はみんな黒にしようとか言われた時に困るので買いました。でそれはね4ミリか5ミリぐらいあるんですよね。分厚い、薄く作るのは加工は多分難しいんでしょうけど、でもよく響きますよね、パウエル。僕はそう思ってます。でもね、材質もそうだけど頭部管とか全体の設計でしょうね。オーディションを聞く側で聞いた時にカーテン審査をしてて、で、まあ、いろんな人誰が吹いてるか分かんない時、一人だけ音の方向性が全然違う人が来て、で後で覗いたらそれはまあよく知ってる人だったんですけど、パウエルの木製を吹いてた人、他で木で吹いてた人多分いなかったと思うけど、こうやって音が来るとしたらこうやって来たんですよ。それはやっぱ違う楽器、面白いですね。
シルバーキーをゴールドキーに変えたっていうのは何のあれなんですか。それはなんかゴールドキーが入りましたって持ってきたからまあ錆びないからかっこいいじゃない。いや、うん、錆びないからかっこいいんですけど、うん、重さが違うんですよ。ですよね。で今実はゴールドは2本あって9金と14金で違うんです。うん、あの9金ってもう今作ってないですけど、最初に買ったのが9金で同じ年に作られたかな14金っていうのも持ってるんです。でこれはまあ4ヶ月ぐらいで交代して吹いてるんですけど、重さがね 30g ぐらい違う。シルバーはもっと軽いんです。 30g の違い結構大きいんですよ。今もそうやってサイクルで吹いてるんですか。そう、今日は重いの吹こう今日は軽いの吹こうとは選んでなくて、4ヶ月ぐらい吹くと楽器がいろいろくたびれるので、じゃあ今日はこのね取材の前にドルチェに行ったので交換する方を置いて帰ってきました。いやこれテレビ見てる人はみんなって思うと思いますよ。じゃあテレビでこう出るたびに実は今こっちの方だったってなってるわけですね。で頭部管は差し替えが効くので頭部管は3本あってそれもいろいろローテーションします。いや分かんなかった。でも同じ楽器だからなそう同じ楽器だし頭部管の3本のうち2本は同じ人が作ってます、うんうん、そう、もうその人は退職してるので、だからこの2本ダメになると僕はちょっと困るんですよね。木の楽器すり減るので特に頭部管はちょっと怖いんですけど、だから3本目を買ったんだけど3本目はねやっぱちょっと違うんですよね、うん、これはねガツンとなる系ちょっとシェリダンに近い。3本目はそういう時だけ使う。テレビ見てる方でここ見れば分かんないですよ。 8K とかでアップにしてみたら分かるかもしれないけど、どこを見たら分かるかは内緒です。ありがとうございます。